まあ、先に言っときますけども、今日は本当にどうでもいい動画なんですよ。僕の最近思ってる悩みを告白するというか、まあお暇がある方だけね、ちょっとご覧いただいてアドバイスいただければなと思ってる、そういう動画です。はい、どうもこんにちは、おっちゃんです。おっちゃんね、最近ねアルファ9買わないんですかってよく聞かれるんですよ。ソニーの最高速のミラーレス一眼ですね。まあ、でもね、おっちゃんね、これ持ってる EOS 1DX Mark II ね、これ後世に名を残すほどの名機だと思うんですよ、キャノンの一眼レフで。それからこれも大した名機だと思います。こちらも高速連写 OMD EM1 Mark II、 オリンパスのこれも名機だと思うんですよね。この2つで事足りてるんでね、さらにそこ突っ込む、アルファ9に突っ込む、投資する意味があんまりないような気がしてたんだけどね、最近ちょっとね、ちょっと思うところありでね。まあこちらのね、ミラーレスに関してはまあ置いときますよ。ちょっと問題はこっちですね。一眼レフの側拠点ね、真ん中にグッと寄ってるんですね。端っこの方がね、あんまりないんですよ、 AF のセンサーがね。まあそれに関してはね、工夫次第でいかようにもなるわけですが、写真だけ専門にやってらっしゃる方は知りませんけどもね、映像とかやってる方ね、横長の画面でね、ビスタサイズとかでね、端っこにオブジェクト寄せることが多いんじゃないかなと、そういう構図取ることがあるんじゃないかなと思いますけども、まあ、そういった場合にね、この AF のエリアの狭さっていうのはね、やっぱり撮影しててね、もどかしい部分があるわけです。ましてやね、こうしたミラーレスを普段使っていて慣れてしまうと、どうしてもね、一眼レフでそれができないのはね、すごくもどかしくなってくるんですよね。とはいえ、この 1DX Mark II だってね、即拠点の数はね、そこそこありますしね、もう追従ぶりはね、大したもんですしね、一眼レフとしては、まあよくできてる。ただ、ミラーレスのフリーダムさに比べると、もう、やっぱり、不足を感じてしまう。まあそれでもね、キャノンの最高峰の一眼レフだからね、信頼して使える。未だにね、ミラーレス一眼っていうのはね、どうもね、あれこれできないのみたいなことあるんですよ。でもね、ミラーレスの利便性を考えるとね、ちょっとやっぱりね、メリットとしては少なくなってきたなと。まあだから本当に重箱の隅的な、ああ、これがっていうピンポイントだけのためにこれが必要な、そういう時代になってきたのかなという気がしますね。で、一部のキャノンのレンズに関してはもはやね、キャノンのボディでは使ってなくて、ソニーのボディにマウントアダプターつけた方が、あの手ブレ補正が効いてきたりとかね、あとフォーカスピーキングが効いたりしてね、ソニーのボディの方が使いやすい場合っていうのがちょっとあったりしてね、またここも悩ましいんですよね。だったらもう鼻からソニーのレンズ買ってやった方がいいんじゃないかみたいなこともありますからね。そうは言ってもですよ、もう特にね、 1DX Mark II なんかね、このデザイン、この素晴らしいプロダクトデザイン、縦でも使い勝手変わんないんだもん。縦でも使い勝手変わんない。これがね、 EOS 5D Mark IV とかね、 EOS 80D とかも僕ね、縦グリップつけて使ってますけども、こうはいかないんだ。これ 1DX Mark II ならではですね。やっぱり素晴らしいデザインだなと。それでまあ僕の悩み事としては、α9 を買うべきかどうか。まあとにかくね、こういったミラーレスにしろ、一眼レフにしろ、フラグシップ機を持ってるから、今更ね、超高速とかいうところでソニーに投資するのはどうかなと。あまりメリットを感じてなかったんですが、本当にさっきも言いましたけども、 AF の即拠点のエリアで一眼レフを使っててイラッとすることがありまして、あとね、やっぱりフォーカスピーキングですよね。フォーカスピーキングはできないと。で、さらにですよ、液晶使って撮ることが増えた。これはね、キャノンちょっとね、あれかなと思うんですよ。デュアルピクセル CMOS、これがね、出来がすごく良くってね、最近はね、タッチフォーカスができたりしてね、だから逆に一眼レフのメリットを感じさせなくなって、もうキャノンが自らそうしてしまったんじゃないかなと。もう前々からね、何年も前からね、あのキャノンってドキュメンタリー番組作ったりするじゃないですか。写真家の先生方が
キャノンの一眼レフを持って写真をどっかに撮りに行くっていうねドキュメンタリーやってたりしますけども、風景写真撮る方とかね結構ねライブビューライブビューで撮影してたりするんですよね。あ、それ見ちゃうとね EVF でミラーレスで撮った方がねまだいいのかなっていう気はするんですよ。かくいう僕もねこういうねオリンパスとかソニーとかのね EVF を使ったミラーレス機だとねやっぱりね色作りね、まあコントラストとかシャープネスとかも含めてそういうのがね見たまんまゲットできるからねイメージをね、それはやっぱりね OVF ね光学式ビューファインダーでは無理です。でなんで悩んでるんだろうね。買えばいいんだけどねα9 必要だったら買えばいいんだけど、どうにもね胴体に追従する感じがね、あっちはねやっぱり計算速度上げてガーッと計算速度上げて力技でいってる感じがするんだよね。力技でいってる感じがするんだよね。まあでも結果が出ればそれはそれでいいんだけども、どうしてもキャノンってねこう今まで積み上げてきたいろんなものがあってね AF にね追っかけるんですもん。 AF の即拠点が少なかろうが中心に寄ってようがまあ胴体は追っかけますよ。そこですよね。エレガント本当に見た目これパワーでご利用しそうな感じだけど本当に中身エレガントだな。中身というかまあ AF の動きに関してすごくエレガントなものをねこれまでの積み重ねがあってやってるんだろうなという気はしますよ。アルファ9ってどうしてもこもうパワーですよね。そこがねなんか僕はしんどいなと。でもいいよねあれねでもね今やねキャノンにしろオリンパスにしろフリッカーレス撮影できますよ。ソニーが今追いつかないんだね。まあ僕ね5月に個展やりましたけども、いらした方はもうお分かりかと思いますけども、夜真っ暗闇の中でね街灯の明かりとかを頼りにしてマクロ撮影したりもしますよ。まあ自分で照明焚くときは問題ないけども、街灯の明かりでマクロ撮影なんかしたらそれはもうメカシャッター使いませんよ。使うわけにはいかないですよ。その時のフリッカーとかの処理ね、まあ低速シャッターだったら問題ないけどもね、これがまた風吹いてる時とか、まあ最低でもやっぱり何十分の1秒とかでシャッター切りたいわけ。もうそうなると問題だらけですよフリッカーに関してはね。いやもう熱すっごい汗かいてきちゃった。もう熱く語りすぎたわけではありません、照明が熱すぎるんですけども、 α9 を買ってしまうとこの EOS 1DX Mark II っていうのはここぞという時のためだけに塩漬けになってしまうんですよ。どうせそれはもう予測済みですよね。えどうしたものかなと。ちなみに僕が最近買ったレンズというのはキャノン用とオリンパス用です。ソニー用は最近買っていません。はい、以上です。それで 2,3 言い忘れてたことがあるので補足しておきますけども、今ねソニーのミラーレス機でいうと α7R Mark II を使用しています。すでにね。でこれに対して不満はないんですけども、α9 こっちはねやっぱりね人物撮影をしたりとかね動き物を撮影したりとかねそういう風に使いたいなと。まあソニーのレンズねいいんですよね最近のレンズはね。まあ G マスターレンズ何本か持ってますけどもね、まあ実にいい。これねちゃんと活用したい。 α7R2 ではどうにも活用しきれないレンズとかもあるわけですよ。 50mm とか 85mm とかねそういう人物のポートレートを撮ったりするようなやつではね、なんかこう α7R2 はやっぱりちょっと向いてないなという気がしてる。あっちは風景とかねマクロ撮影するのがいいのかな、生物撮影をするのがいい、胴体撮影にはちょっと向いてないかなという気がしてるんでね、次の CP プラスとかでね後継機種が出てくるんじゃないかなと。例えば α9R とか α7R3 とか
とにかくね、アルファ9をフィードバックした R が出てくるんじゃないかなと。そう思うとね、またこれね、踏み切れないわけですよね。以前やった個展がね、4K モニターで見せるというのをやりましたからね。まあ、いずれね、8K で作品を見せる時代が来るでしょうからね。その時に画素数足りないみたいなことは避けたいわけですよね。本当にここはね、悩ましいです。悩みどころです。